Nana. Na. Na. Lazy Angels. あの人はな。 エンジェルズヘッド皆川リナ、イエーイ、今夜のギグが始まるぜ。こいつは死にゆくレーサーたちに捧げるデッサン、死にも飛び起きるパンクな生かしたレクイエムだぜ。 バルハラから落ちた悲しき天使たちだよ。今夜もメーカイまでぶっ飛ばしていこうぜ。イエーイ、あんたが八神か。ああ、爆音雷竜の花咲をやったんだってね。やるじゃねえか、幸せなやつだよ。レースで死ねるなんてさ。 殺しちゃいねえ、引退に追い込んだだけだ。引退だって聞いたかい。みんな、こりゃ傑作だね。<笑>デスレース引退しちまったら、あとは醜く老いて死ぬのを待つだけだよ。地獄に落ちたって閻魔様に門前払いされるだろうさ。 皆川、やるならさっさと始めやすい。最初の相手はどいつだ。ラブホ、相手してやって。やったー、イケメンだ、イケメンと神獣だ。神獣だと？ヤガミッチ、それがレイジーエンジェルズの世界観だ。奴らにとってレースで死ぬことは誇り高きものなんだ。レースで死ねばレーサーたちの天国、 バルハラに行けるって考えてるようだからな。なるほど、わけがわからねえんだ。とにかく八神っちはあの女の心中相手に選ばれたらしいぜ。大変なことになっちまったな。いいよ、男だね。飛ばしていこうぜ、天国に向かってよ、イケメン。よし、行くぜ。
よし。八神さん。ん？え？はい。ありがとうございます。ところで、ありがとうございます。
よし。なあ。
やめろ。町に救うドブネズミどもか。話を聞きなさい。甘すぎる。よすんだ。神様、うん、清涼院チャチャコですわ。それってはあ、
っしゃ。なんという、なあ。え？神は死んだ。ああ、ヤガミ。は？イエーイ！要するに。ああ、ヤガミさん。僕が思うに、おそらくは、つまり、ええ、え、はあ、はあ、おっちゃん。解散だ。それって、ええ、はあ、いえ、なるほど。はい。ヤガミ。行くぞエンジェルス。
なあ、おい、なあ、ああ、うん？私にはもう。なあ。
リナ。なあ。明日に向かって走れ。そんな。なあ。ヤガミ。ああ。絶対だ。そうか。おい、くだらねえ、ぶっ殺す。